はい、どうも、おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。キングダムハーツ3、続きやっていきたいと思います。前回が前中後編という感じで、3つ、3部作に分かれていったんですがね、今回はどうなるかわからないです。では行こう。どうしたの？ずいぶん歩いてきたし、少し休むかい？なぜかな。この世界に来たのはそんなに前じゃないのに、遠い昔のことのように感じる。リクはあれから多くの世界を回り、多くの感情に触れ合ったんだ。普通は何年もかかる経験をしてきたからね。最初にこの世界に来た時、不安で仕方なかった。でも今は不安も恐怖も感じない。むしろ気持ちが高ぶってるように感じるんだ。これはまだ俺の中に闇があってざわついているんじゃないかと思ったんだけど、それでもない気がする。ミッキーからアクアの話を聞いて気持ちがせいてしまったけど、それとも違うんだ。闇に負ける気がしない。前と違ってミッキーと一緒だからかな。うん、それはきっとリクが大切な人を守る強さを手に入れたってことじゃないかな。え？自分の感情より誰かを助けたい気持ちの方が前に来てる。不安や孤独を感じる隙がないほどにね。大切な人を守る強さか。まだ小さかった頃の約束を思い出すよ。約束？ある人と交わした約束。秘密なんだ。大切な思い出なんだね。ああ。ミッキーもアクアとの思い出、この世界で何か手がかりは覚えてない？それが前に来た時とは様子が変わってるみたいなんだ。確かに俺が知ってる景色とも違うみたいだ。アクアとのつながりをたどれば再会できると思ってたんだけど、たどればたどるほどどんどん薄れていくんだ。つながり。ともかく行けるところまで行ってみよう。ああ。ここは途絶えた。え？アクアは確かにここにいたはず。でもここでつながりが消えている。ここには来たことがあるんだ、俺と空で。そうなの？俺と空はここから光の世界に戻った。もしかしたらアクアも戻ったんじゃないか。逆にここからさらに闇の深淵に向かってアクアのつながりが消えている。僕たちにはこれ以上の闇に潜る術がない。そんな。しまった。何？リク、油断しないで。闇の世界のハートレスはたとえシャドウでも強敵だ。わかった。おう、ちょっと待って、胸圧展開すぎるでしょう。はい、でね、こういう風に前回はムービーそのまま入ったので、ここですごい私
一人で興奮していたんですが、リクを使うことになるんですね。あとミッキーがパーティー入りしてる。最高か。おお、すげえ。おお、リフレクトガードじゃないけど、なんだっけ、ダークウォールじゃないな、なんだっけ、忘れた。待って、めっちゃ強くないか。魔法は3だか。おっと、お、強っ。マジで強い、マジで強い。本当に強敵じゃん。ハイポーションが使える。ちょっとキアルが使おうか。はい、サンダガン、マジクマスか。これまでだ、これまでだ。怖っ。あー、ちくしょう。タイミング分かんない。いった、ダブルデュエル。いや、リクかっこいいな。ここ、あー、もうちょっと早めだった。いて、やろ。そこだ、くらえ。うわ、すげえ。よし、決まったね。まだ来る、気をつけて。しまった、ああ、誰だ。助けないといけない人がいる。誰なんだ。リク、リク、リク。大丈夫かい。ハートレスの群れは半分くらいは倒したけど、リクを吐き出した後またどこかに消えてしまったよ。そうか、ありがとう。不意をつかれたとはいえ油断しすぎた。ミッキーは大丈夫だった。うん、新たな衣のおかげでね。でもリクの方こそ。あ、うん、闇の世界に来てから強敵ばかりだったし、僕たちは今までキーブレードの強化を全くしてこなかった。一旦イエンシット様のところに戻って立て直してこよう。アクアはさっきのような敵と一人で戦っているのかもしれない。リク、俺が最初にこの世界に来た時のように不安や孤独と戦い続けてると思うんだ。アクア、もう少しだけ待ってくれるかな。アクアは空に似てるよ。いやいや、心の強さがね。すいません。そうか、まあ空に似てるなら少しは安心かな。あいつならどんな深い闇に飲まれても負けない。またすぐに戻ってこよう。ああ、ん、このキーブレードはもう使えない。だからここに残していくよ。
もう一人の俺のために。え？すいません、あまりにもちょっと面白すぎて笑いが込み上げてきましたね。そうか、力は取り戻せなかったか。でもいいんです、大事なことが分かったので。しかし目覚めの力は必要になる。一度身につけた力なら何かの拍子に思い出すかも。何かの拍子って？そうそう、空は単純だからね。はあ、確かに難しく考えすぎていたのかもしれんな。イエンシット様まで。必要に迫られれば活路を見出す、それが空の強さ。褒められてるのか何なのか。お、ただいま戻りました。はあ、やっ、みんなもいたんだね。いたんだねって先に行っちゃうから。ただいま。3人はどこかに行ってたの？ヘラクレスのせ、うわ、ヘラクレスのせかに行ってきました。空の失われた力を取り戻すために。でも取り戻せなかったんですけどね。そう、そうなんだね。でも僕たちも良い報告はできないんだ。二人はアクアを探しに行ったんですよね。イエンシッド様から聞きました。見つからなかった。ちょっと俺にも話させてよ。マスターアクアは前に俺と空でたどり着いた闇の海岸でつながりが途絶えてたんだ。つながりが？闇の世界よりもはるか闇の底、闇の深淵に向かって。助けられない？いや、前に空が闇の深淵に飲み込まれた時、俺が空を迎えに行った。だから同じようにマスターアクアに近い強いつながりを持つ者が闇の深淵に潜りさえすれば。アクアと強いつながりを持つ二人、一緒に修行していたベンはアクアにしか見つけられない場所にいる。テラもアクアが最後に見て以来姿を見せていない。アクアが消えたキーブレード使いを見つける鍵。そしてアクアたち3人のキーブレード使いを育てたマスターエラクスもゼアノートに撃たれた。俺が助けるよ。え？ちょっとちょっと、空はまだ目覚めの力を取り戻してないんだから。あ、ごめん、なんか突然そういう感情が湧いて。でもなんだか説得力があったよ。ああ、頼りにしてるからな。うん、空は目覚めの力を取り戻すことを優先するとして、王と陸はかつてアクアが訪れた世界をたどればアクアとのつながりの手がかりが得られるかもしれん。わかりました。僕たちはアクアの足跡をたどって手がかりを探してみますが、その前に。ん？実は闇の世界の敵は強力で
僕のキーブレードは痛み、リクのキーブレードは折れてしまいました。新たなキーブレードを手に入れなければなりません。なるほど。ではカイリたちが修行中の魔法使いマーリンの元に寄ってみなさい。はい。ついでにこれを渡してきてくれるかな。これは、そう、二人に渡したのと同じくカイリとリアの分の闇を払う新たな衣だ。わかりました。ずるい、イエンシット様、俺の分は。そうだ、イエンシット様に俺たちだって必要だぞ。よいよい、もちろん空の分も用意してあるぞ。え、妖精たちからの贈り物だ。さすがイエンシット様、ありがとう。空の衣は前回と同じく特殊な能力が秘められているらしく、用意するのに時間がかかったようだ。あとチップとデールからの贈り物も入れてある。へえ、わかりました。よかったな。うん、みんなこれで準備は整ったかな。待った待った、私をお忘れなく。ジミリー、また空たちに私がお供させていただきますよ。旅の記録はこのジミニークリケットにお任せあれ。これで勢揃いだね。あ、うん。さて、新たな旅立ちに際して空にはこれも渡しておこう。あ、これは絆のお守りだ。多くの心とつながることができる空ならば、その絆が大いなる力となって助けとなるであろう。では行ってきます、うん、鍵が導く心のままに。ね、うん、絆のお守り、ドリーム。リンクコマンドでドリーム、あ、ドリームイーターなんだ。あー、これね、私やってないんだよな。と、どこに向かうの？それ、考えてるよ。何も浮かばないんだよ。気のせいかな？このパターン前にもあったよね。ん？あ、何？空から音がしてますよ。え？これは？音止まらせないぞ。そう言われてもな。これかな。つながった。え、出る？チップ、つながったよ。ねえチップ、もう早く出てよ。チップ、空に大事なことを伝えようと思って、これからも大事なことを伝えることになると思って、このモバイルポータルをとりあえず空に渡してほしいってイエンシット様のところに送っておいたんだ。写真も撮れるよ。おお、やっと完成したんですね。これを持っていれば遠くにいても会話ができるし、我がジミニーメモもパワーアップしますよ。へえ、そんなに便利なものなんだ。それで大事なことって？前の眠りの世界の旅でリクが賢者アンセムから託された空の心と記憶に関するデータがあったんだけど。アンセムカード。うん、僕たちがアンセムコードと呼んでるデータの解析を進めていたんだ。データは暗号化されていて、まだ一部しか解析されていない。誰？ああ、本体の方とは初めましてだったかな。僕はイエンツォ。エレウスも一緒だよ。
エレウス、ロクサスの本体だからって気にすることないだろう。ともかく君たちが僕たちのノーバディを倒したおかげで人間として復活したんだ。最初はノーバディになることを望んだんだけど、僕たちも結局ゼムナス、いやゼアノートに騙されていたのさ。え？ってことは13機関だ。違うよ、僕たちはもうゼムナスやゼアノートの支配下にない。人間だった頃と同じ、純粋に心を解明しようとするガクトに過ぎないよ。信じられない。でもアクセルは僕たちを助けてくれたよ。僕たちも君たちのようにこの世界に連れ戻したい人がいるんだ。それにはお互い協力した方がいい。早速だけどソラ君、君に関する興味深いデータがアンセムコードから解析されたんだ。俺に関すること？我が師賢者アンセムは君の記憶を復元する過程で君の心を調べていたらしい。そして発見した。どうやら君の心には君とは別の心があるらしい。別の心？あれ？そら驚かないんだね。俺なんとなく感じてたんだ。俺の心に眠る心、それは多分ロクサスの心だ。そしてカイリの中にはナミネがいるはず。なるほど、自分の心は自分が一番理解しているか。実を言うと僕たちにはまだそこまで結論を出せていなかったんだけど、しかし興味深いね。本体とノーバディが同時に存在しているばかりか、心が同居しているなんて。賢者アンセムもソラ君のその特異性に目をつけたのかもしれないね。僕たちはその仮説に基づいて検証を進めてみるよ。それじゃあまた。じゃあまた何かあったら連絡するからね。通信は僕たちとレイディアントガーデンと王様たちにもつながってるからね。ジミニー、モバイルポータルの使い方ソラに教えてあげてね。お任せあれ。俺はロクサスを助けたい。だから王様やリクのようにまずはロクサスの心をたどるよ。ソラの心のままに進むのがいいってイエンシッド様も言ってたしね。ちょ決まってるだろ。モバイルポータルゲットしましたね。チップとデール、お手製のデバイス、遠くの相手と話したり写真も撮れる、まあスマホですよね。はい、申し訳ないんですけども、ここで一旦終わろうかなと思っております。まあね、イエンゾ、ゼクシオンですね、の本体が現れたりとかいろいろしましたけどね、イケメンだな。声も顔もイケメンってあれ反則でしょやっぱ。いやね、石田さんの声にはなんかこうすっごい落ち着く何かがありますよね。はい、ということで、あの闇の世界だったり、あと新しい服ですね、ここで着替えていくんですね。でおそらくここからグミシップで行って、トワイライトサウン、トワイライトタウンに行くんじゃないかなという感じになるんじゃないかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。はい、それじゃあ次回ですね、今回あまりプレイとかできなかったんですがね、ほとんどムービーシーンだったのでね、次回操作していくと思われますので、ぜひご覧くださいませ。それじゃあまた次回お会いしましょう。ファンモー。